今回の兵庫県知事選挙はおそらく日本の、これからの政治のあり方を社会のあり方を変えていく選挙になると思います。実は兵庫県だけの問題ではなくて、これからの社会がどのようにあるべきか、これはまさに県民の皆さん、国民の皆さんが自分で何を判断するか、そういったことが実は問われている選挙だというふうに思います。本当に今回の選挙ってこうやって立候補してる人すら法律一つしろくに知らないんですよ。公益通報保護法について知らない人がこんなの知事やったら大変なことになりますよ。適切に運用してる人が辞めなきゃいけない。これ明らかにクーデターじゃないですか。嘘を作って噂話を拡散し、それをメディアに投げて、そういう県政の転覆を狙ってる人を処罰した。それに対してメディアと組んでやってるわけだから、こういうのは本当何とかしてくださいという愚痴ですね、はい。田島さんにお聞きしますが、なぜこう公益通報保護法に明確に違反してないと言えるのか、どのポイントが違反してないと言えるのか、その根拠をお聞きしていていいですか。はい、3月12日に出したものは世に出回ってますが、4月の4日に出したものは一切世に出ないも出ちゃいけないものなんです。でこれに関してはちゃんと公益通報保護で守られてるんですよ。なのに3月12日をわけのわからない訴求させるっていうわけですよ。4月の4日のものをね、もうその理論が間違ってるんですよ。で当然これは名誉毀損なんです。7つの項目全然真実がない。これ1個でも真実がなければ実は名誉毀損が成立しますからね。そのうちのほとんどがないんですよ。でも公益通報保護と名誉毀損罪のことをよくわからない人たちがわけのわからんことを言って知事を落とし入れてるわけですよ。で知事には今度守秘義務があるから言えないんですよ。だから僕が県議の人から情報をもらって皆さんに伝えていくしかないから、こんないびつな選挙が行われてるっていうことです。はい、反論ある方、稲村さん。はい、まずちょっと前の斉藤さんの発言に対して、この公益通報制度が悪用されるようなねことも考えられるんじゃないか、それはもちろんそういう場合もあるかもしれません。でも一方でこの間民間企業でもやはり内部告発に端を発してさまざまな問題が明らかになり改善につながっていったというケースも少なくないんですね。なのでやはりこの公益通報がしっかりと、まさに公益、私たちの社会を前進させるためにうまく活用されるように私たちは位置づけていくべきだというふうに思います。もちろんだから毒にも薬にもなるというのはおっしゃる通りだと思います。で今回についてはやはり、元県民局長さんは本当は内部通報すればよかったんだろうけれども、やはりそこの担当者が告発する対象者になってしまっていたがゆえに、やはり内部通報は使いにくかったというようなことを言っていらっしゃったのではないかというふうに思いますので、ちょっとそのあたりが私ちょっと逆にどうなのというふうに思いましたけれども。じゃあ反論などあれば聞いてきますが、ちょっと今の論点明確にするためにも僕も一個稲村さんに聞いていいですか。はい、初めの3月12日の文章ですね、7つほどの項目があった文章、これが議会とメディアに配られたと。で公益通報を満たすための構成要件と、この文書がなぜその構成要件を満たしているのか、それ稲村さんの見解を聞いていいですか。はい、真実相当性ということがかなり斉藤さんの口からも言われたと思います。で一方で百条委員会の方で公益通報のあり方ということが、随分と議論されまして、なので、真実相当性については、やはり裁判の中でやっていかないといけない部分はあったけれども、兵庫県そのものにやはりこういった公益通報をしやすくするような制度を告発者の探したりしないというような、そういった制度をしっかりと整えていくっていう義務があっただろう、やっぱりそこに対して非常に疑義があるんじゃないかというふうな議論になっていたかと思います。あとこの外部とか議会とか外部に対しての通報に関して真実相当性が必要かどうかというまたここ議論があると思うんですけども、ちょっともしなんか質問ありそうだったんで、そしてまた、はい、いいですか。はい、はい、それとね、私この明確に違反していると言えるかっていうところで三角の答えをしました。で先ほど来繰り返しになりますけれども、公益通報保護制度をうまく活かせる社会にすべきだというふうに思うんですね。で私たちやっぱり政治家なんです。行政マンとしては法律現状のものにしっかりと違反しないように対応していく。だけれども一方でそれがもっとよく機能するように法律を変えていくっていうのも政治家の役割なんですね。ですのでやっぱりそういったところをしっかりと踏まえて、私は公益通報者保護の
趣旨ですね、やっぱりそこをしっかりと踏まえられるような県庁、兵庫県が望ましいというふうに考えています。ありがとうございます。何かさらっと言いながら、もう話にならない、そこはあのね、竹内さんという、まあ、これちょっと学びたか、県議、まあ、ある県議が作って転覆をさせるようにしたわけよ。でこれをやったことが全然犯罪行為なんですよ、前提がね。それを見つけてやったら犯罪がバレたから公益通報に持っていきましたっていう決めを浪してるわけですよ。それを見抜けない人が知事なんかやったら大変ですよ。そもそもこれは何度も言いますが、公益通報保護っていうのは4月の4日の文書だけ、3月12日は完全に犯罪行為なんですよ。稲村さん行きましょう。私もあの市長を経験してきました。権力預かって、大きな権限を預かって、まあ、仕事をしてきました。でそういった立場の人間というのはやはりいろんな厳しい声もちゃんと自分に届くようにしておくということが非常に重要なんですね。でそんな中でいろんな批判とか告発というのは不正確な部分、ちょっとなんかおひれついてるんちゃうかなというような部分と、あ、これは確かに改善していかなあかんなっていう部分が、まあ、混ざって出てくることが多いんですね。なのでやっぱりそこの毒と薬しっかりと踏まえて、使っていく、これは生きた形にしていくっていうのが私は求められていることだというふうに思います。私は少なくともそういうリーダーを目指していきたいと思います。はい、あと5分ほどで、もし他の立花さん以外の方あればそっち優先していきますが、立花さんしかなければ立花さんいきますよ。ね、知事は犯罪をしてるってばらまかれたんです。僕もこの間暴力団に7000万借りてるってばらまかれたんですよ。これ犯罪なんですよ。犯罪に対してちゃんと摘発する行為をなぜ公益、これね、悪いことをしてて言われるなら仕方ないですよ、はい、何もしてない、ゼロから作られたことで権力の座から引っ張り下ろそうとしているクーデターなわけですよ、はい、それをそんな感情的なエモーショナルな形で解放するんじゃなくて、高橋坂の質問はね、公益通報者方法に明確に違反しているという構成要件とか根拠を聞かれてるんですよ。私は、で井上さんどうぞ。いいですか。やはり斉藤さん今回初動で問題だったことの一つは、第三者委員会の設置にすごく消極的だったんですね。でこの内部でしっかり調査したからっておっしゃったんだけれども、やっぱりあれそこでどうなのどうなのっていうことが出てきちゃったから、こうみんな不信が高まっていったわけです。だから最初から第三者委員会でしっかりと客観的に、誤解は誤解だ、ここは事実じゃないんだっていうふうにしっかりと示していくような手続きを取れば、ここまでの混乱にならなかったのではないかと思います。全然法的な回答になってない。斉藤さんから、そこはなんていうか、あの文章を見たときにやっぱりこうある大学教授があたかも県のなんかこう人事によって亡くなったとかですね、それはその一点だけでもやっぱりこれ名誉毀損の可能性が高いんですよね。ああいった文章を作られたときにこれ直ちにやっぱり対応しないと、県の方が結果的に作られたということですから、まあ、これまさにクーデターという発言もやっぱり発言というか、まあ、そういったものもこう読めるで出たということでしたから、これ放置しておくとどんどんまた違うものが出かねないというのは、やっぱりすごく私は逆に言うと組織のマネジメントとして知事としてこれはきちっとやらないといけない話だというふうにすごく思いましたね。逆に言うとこれは危機管理の問題だったんですね。はい、立花さん今日の全体踏まえて。はい、もう今回の選挙はね、正義と悪ですよ。嘘つきのやつらがいっぱいいて、嘘つきが、まあ、前知事をね陥れたということです。でテレビは国民を洗脳する装置、テレビは化学兵器に勝る武器です。まさに今回の選挙見てたら、この埼玉県のね、あ、埼玉県じゃない、兵庫県の騒動を見てたらテレビむちゃくちゃじゃん。まあ大手新聞もそうだけど、俺知ってるの、パソコンの内容知ってるのって言ったら記者たちは知ってるっていうのよ。でも放送できない、記事にできないっておかしすぎるやろ。メディア、それを騙してる県議会議員もええ加減にせえよって。だから今回の選挙はね、誰が悪人で誰が善人なのか、有権者の皆さんがネットを見て、もちろんテレビを見たらいいんですよ、ネットもいろんなものがあります。できるだけ多くの情報を入手してね、合理的なことを言ってる人を信じて、善人と悪人の見分けをしっかりして、その上で大事な大事な一票、誰に付託するのか投票するのか決めていただきたいと思います。今の県政の混乱に終止符を打ち、雨降って地固まる、今こそ今度こそ風通しのいい県政、そして職員も
みんなも力を発揮できる、そんな県政にしていきたいと思っています。行政ってどうしてもできない理由を考えがちなんですけれども、何ができるか、どうやったらできるかを考えられる、そして多くの人たちと対話と信頼で力を合わせて連携できるチャレンジングな県政にしていきたいと思うんです。そしてそのためにはリーダー自らがやはりことの本質、今大事なのは何か、そのために何ができるか何をすべきか、そういったことを率先して行動していける、今そういう資質が兵庫県政に求められているというふうに思っています。皆様と共に新しい兵庫を作っていきたいと思います。どうぞ皆さん、今度こそ胸張って兵庫県こんなに変わったと全国に発信していけるような新しい兵庫づくり進めてまいりましょう。ありがとうございます。斉藤さん、お願いいたします。今回の兵庫県知事選挙はおそらく日本の、これからの政治のあり方を、社会のあり方を変えていく選挙になると思います。特に街頭でいろんな方と話してますと、やっぱり皆さんやっぱりメディアリテラシーというか、自分で何かを調べて、これは高校生だって大学生だって、実は高齢者の方だってそうなんですけど、やっぱり既存のメディアだけじゃなくて、自分でネットであったりとか YouTube とかいろんなものを調べて、何が正しいのか何がどうなのかっていうのを結構考えてらっしゃる方がすごくいるんですね。だからこれは実は兵庫県だけの問題ではなくて、これからの社会がどのようにあるべきか、これはまさに県民の皆さん、国民の皆さんが自分で何を判断するか、そういったことが実は問われている選挙だというふうに思ってます。もちろん僕は兵庫県知事としてしっかりこれからも改革をして、いろんな県民に向けた、県民の皆さんに向けた政策をしっかりとやっていくということはもちろんなんですけど、やっぱり今回の兵庫県知事選挙っていうのは、やっぱり民主主義のあり方っていうものの本当に本質的なところが問われている選挙になっていると思いますね。ありがとうございます。